ネクロクソ？いや、意外とネクロ面白いですよ。ということで、はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、シャドーバースの方、やっていきたいと思います。で、今回は、まあね、ちょっと、レイジだっけ？あれの、シャドーバースの大会でね、ちょっと、ツイッターのトレンドになってたネクロクソって言葉がね、ちょっと印象深くてというか、まあ、いろいろあったんだろうなっていうのもあるんですけども、まあ、考えは人それぞれというか、まあネクロが強かったりして負けて悔しいのは分かるけどっていうのもあるんですけど、何の話してるんですかね。まあいいや、とりあえず今日はね、あのネクロマンサー使っていきます。で、僕がネクロマンサーのデッキで一番好きな、ネクティスネクロですね。まあ今の環境じゃ勝率はまあ悪いでしょう。ですが楽しむことが大事じゃないですかってことでやっていきたいと思います。ネクティスネクロ参ります。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょうか。お相手さんはエルフ。お前、ね、そうですか。ここで来てそうですか。まあ怖いですね、正直。リノセウスはかなり怖いところではありますが、失礼。何ですか、フリーマッチの方に来てるんでね、まあ、リノセウス以外もいるんじゃないかな、いないっていうね。まあいいや、やっていきましょう。ニフティスは初手引けたんで、あとはまあそうですね、2体目の、フォロワーたちを引きたくないという感じなんですが、おいちゃんどうなんだろうね。貴様の魂を燃やそう。さあ、おいちゃんの3ターン目、そろそろデッキが分かってくるが、強者の威風、まあどうなんだろうね、まだ分かんないですよ。死の一戦、とりあえず動けないです。今回のネフティスネクロは2コス、4コス、7コス、8コストのユニットフォロワーを出すようにしてるんで、展開への階段、ニュートラルですかね、おそらくそんな感じかなと思いますが、残りは全部スペルカードばっかりなんで動けないです。死の一戦もまあ、ね、5ターン目パス、いやパスですね。僕も四天使の剣はまだ使えないね。これは一応取っておきたいんですが、ヤブンハール、いやーどうなんでしょうかね、全くわからないです。近づきすぎたかな。お相手さんのデッキタイプがわからないんですが、リノセウスじゃない時点でまあ楽しめるかなと。リノセウスだったらもう引き殺されてますから。エアリービスト、珍しいカードが入っているんだ。まあ、ここはカメラ出す必要もないので、飢餓の輝きでバイバイ抜くんですね。さあ次はネフティスで、カメラのラストワードによる一体破壊とモルディカイを召喚。ネフティスポン置きで、合計何コストの動きができるんだ。雷鳴の化身。おじさんどういうな感じなんでしょうかね。手札が事故ってる感じはないが、とりあえずこれでカメラはデッキからいなくなりました。わらわの名のもと。まあぶっちゃけ言うと、今回2コストでベレヌス入れてますが、あいつ入れた方がいいかなと思いますね。何ですか、不死者2コス12死亡時能力が、ランダムな相手のフォロワーを1体破壊する。あいつがいた方がいいんですけど、まあ僕はそのネクロマンサーのカードよりはロイヤルばかり作ってるもんないんですよね。これはネフティスが生き残ったがどうだ、対空射撃で取ってくると。ガラドボルグ、続きはねえ。だったらここはいざ尋常マイロ。オルティカイさんは場に残りすぎるからね。ここからだ。オルティカイさん声かけんだ、これが。ただネクロファンサーはね、今まで捨ててきたんだよね。ロイヤルだけで成し上がってやるみたいな感じだったんで、僕の心の中で。さあ、お相手さん、進化剣を使って、多分進化してる方を取ったが、しかし、こっちは何回でも復活するぞと。ネフティス、
あ、ね、ネフティスはダメですね。とりあえずワーニングからの四天使の剣で取って、もう顔面あるのみを遅い、甘い、勝負はここから、勝負はここから、怖え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 。モルディカイをね、盤面に出された時点でもう、ああもうダメだーってなってたのは懐かしい思い出ですよ。順調ですよ。まあ振り待ちですからね。ランクマッチはエルフはリノセウス、ウィッチはドロシー、そればっかりですからね。クリスタルと関連する、それは体力回復できますが、上から取ることもできなければ相打ちになることもできない。少々金立ち入らないで。モルディカイさん取ってもどうせ復活するからね。ちなみにモルディカイさんはこれラストワードなんで、オクトリスで奪っちまえば問題ない。もう一つのモルディカイさんをラストワード奪うっていうのは昔やったけどね。死の一戦でさよならです。一発で決まると気持ちがいいね。絶対3、4回かかると思ったんだけど、まさかの一発でした。ってことで、ネクロ、そんな悪く言わないでね。ぬるい恥を知る。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。